ごめん。今日はさ、急におじさんの店のバイトが入っちゃってさ。なんだなんだ？じゃあ今日の部活はお流れってわけか。いやー、いやー、申し訳ない。そんなに部活がやりたかったら、おじさん抜きでやってもいいけど。部活ロッカーにゲームがいっぱい入ってるからさ、どれか適当に選んで。やめとく。俺がいじったらロッカーの中身がドサドサって溢れてきそうな気がするよ。うん、そうだね。素人は手を出さない方が無難かもしれない。みー、先生が体育倉庫の鍵を探してますですよ。心当たりはありませんですか？あれ？私、職員室に返せなかったっけ？ほーら、やっぱりミオンさんですのよ。私、絶対絶対絶対そうだと確信してたでございますわ。僕も大正解なのですよ。さとこと一緒に大正解なのです。やかましい。あ、そうだ。二人とも聞いたか？今日はミオン、バイトがあるから部活はお休みだとさ。そうなんですの？それはつまらないでございますわね。み、ミオンってバイトをやってるんだよな。あいつ一体何のバイトをしてるんだ？別に決まったお店でお勤めをしてるわけではないのです。決まってないってことは、じゃあ日雇いってことなのか？ミオンさんはおじさんの店にお休みが出たりすると応援に駆けつける便利屋さんなんだそうですわ。ああ、なるほどな。そういえばおじさんのとこでバイトなんて話、前にも聞いたことがあるような気がする。お店を持ってるおじさんがいっぱいいるので、ミーは引っ張りだこなのです。あら、ケイチさんはご存知ありませんの？沖ノ宮にはミオンさんの親戚の方がやってるお店って結構いっぱいありますのよ。へえ、それは知らなかった。そんなにいろいろあるのか？パン屋さんとか八百屋さんとかラーメン屋さんとか、他にもまだまだ。あの部活をやったおもちゃ屋さんもそうなんですのよ。ミオンの一族って何気に詳細があるんじゃないのか？それだけいろいろあるってのもなんだかすごいよな。他にもサラ金屋さんとか地上げ屋さんとかイメクラ屋さんとかソープランド屋さんとか、いろいろやってると言ってますです。あいつに小銭を借りると妙に返却期限にうるさいのはサラ金屋の血が流れてるからか。納得納得。お買い物代を借りたことをコロリと忘れてしまったら、
耳を揃えて返さんと身売りして風呂に沈めたるどとすごまれましたのです。お風呂に沈められて溺れ死ぬなんて、おまぬけにも程がありますわね。なぜ撫でられるんですの？さとこはいい子さんですから、なでなでなのです。